お待たせ。今日も今年もダチョウの卵いっちゃいますね。吐いてますよ。さあこれで終わります。まずでもね、たまにこういうのも面白いんで、一撃目彼女にやってもらいます。今度出るね。今度出るね。はい。こっちこっちこっち。こっちでいい。はい。ここマニア。ここですか。和歌山とか田舎の発生ですか。ハイコーナーとかあったらすぐ入っていってね、カメラとか入っていってすごいレビューだよ。ピュピュピュ。お母さん、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 え？そうはありますね、宿泊施設にしたりとかね。めっちゃ破片入っちゃうけど、かめへん。こっちが入れるから。両方にいたよな。誰か、え、私ですか？誰かやりたい人、なんかこう、縁起物みたい、これ。鏡見らしいな。締めは娘さんにやってもらおうか。いいですか、みんなやりたい人いないですか？それ、みんなやってるから。あ、そうですね、やったことがある。爆発するのかな。ソフィーが爆発すると思うけど、ポンと叩いて怖いね。俺の指叩かんといて。おでん叩けおでんの卵を爆発して、びっくりした。俺完全に油断してたから爆発する爆発する。びっくりしたことある。一回これダチョウの卵は利用ですか。あるよ。いや、指叩いてるのかも。ってびっくりしたことある。熱い卵で頭の中はやっぱりちゃんちゃんちゃん。何が出てくるんですか。生まれるわ。それで、なんか真っ赤やん。生まれ、園長やな。お子ちゃんです。いいよ、行くよ。行けるか、行くよ。おお、でっかでっかでっか。目玉焼き作りたい。もしもし。でかい。焼きお茶番号やでな。味食べたことある。写真撮る？写真撮る？写真撮ろうかな。確かにそういう味しそうねんけど。こんななりそう。塩だね、塩。塩が。じゃあ両方とも塩が。違うわ。生まれました。生まれました。ピヨピヨ。はい、割りました。OK です。テイクアウト。アスカさん、割れちゃいました。12月にしましょう。この親子、残酷編に。はい、OK。今日はプロジェクト。すごい。